はい、皆さんこんにちは。昨晩ですね、第16回を作りました。で、続けざまですけど17回、今日は第17回で、第9小節目から9、10、11、12、9小節目から12小節目までいきますね。どうでしょうかね。後半入りました。で、後半、ここまでちょっといきますと、復習ですね。この形でいって中指が出て、そのまたまたで、また出てきますね。で、このまままた元に戻る。で、第4小節、第5小節ですかね。私はここでハーモニクスを使って、ここで、奏唱コンポが来て、ここで、前回がここまでだったんですね。さて、今日はここからですね、第9小節目は正波が入ってきます。正波プラス指の拡張ですね。まず2フレットの正波、それから小指が1弦の5フレット、そして薬指が4弦の4フレット、こういう形になります。これがなかなか押さえにくいんですけどね。これで、一つあのコツですけど、まあ人差し指にあまり力を入れすぎると、小指と薬指がこちらの方に引っ張られて指が広がりません。ですから練習方法としては、まず薬指と小指を置いてから人差し指という練習もいいでしょうね。まあ、普通は、まあ、あの正波から押さえるのが普通なんでしょうけど、これ逆に練習してみる。それからですね、あとですね、この小指のこの形なんですけど、これがですね、どうしても、まあ、あの初心者の場合ですね、初心者学習者の場合に、指を立てろ立てろということで、結構こう指を丸くします。これをしますとですね、強く握った時に指と指との間隔は狭まってきますので、正波をしてですね、力を入れるとこういうふうに内側に入ってしまいます。この傾向が強いんですね。そうすると、音がビレるという状態が起きますので、一つ方法として私の場合ですね、この第一関節を逆反りですね、あの人差し指をこういうふうに反らすのと同じようにですね、ここの関節をこういうふうに、ここはですね、逆、私の場合は逆反りさせます。そうすると指が広がってきます。こういうふうにですね、できる方は少しお試しください。よろしいでしょうか。とにかく指の拡張です。で、この場合に、右手は、1弦開放弦の6弦、4弦、3弦、2弦、3弦ときますね。このコードですね。F シャープマイナーのコードです。この後ですね、次はですね、このまま正波が続きます。で、薬指が同じ、この弦でこのまま4フレットから6フレットに移動するということは認識しておいてください。ここへですね、こうきます。で、正波と続きます。で、中指が3弦の5フレット、よろしいでしょうか。G シャープのコードになりますね。で、右手は6弦、4弦、3弦、2弦、3弦、4弦、こうなります。で、この2フレットから4フレットの移動の時に、まあ、正波が続く時ですね、必ずこの力を入れっぱなしで、力を入れっぱなしでこちらに移動しないこと、瞬時にここで力を緩めて、でこちらに持ってきます。これ正波が続くときにですね、力を入れっぱなしでやるとですね、まあ、疲れますし、
それからやっぱりミスの原因になります。瞬間的に力抜いてここに移動してください。で6弦4弦3弦2弦3弦でここで、3拍目で小指をきます。で弦も変わります。小指が、2弦の7フレットこうなんですね。あ、ごめんなさい、この後ですね、今ちょっと私間違えました、まず小指はその後ですね、まずここで1小節きといて、で、3拍目で、2弦にトレモロが移ります。でこの後小指が2弦の7フレットで、親指が5弦の5フレット、5弦のトレモロですね、4フレットこうきます。この後なんですけれど、この後ですね、小指を、3弦の6フレットそして中指を2弦の5フレットに移して、この形ですね、これ一番よく使われる形です。この形にしてもいいんですけれど、これにするとですね、メロディーが切れますので、切れる可能性が高いので、私はこのまま中指と薬指をそのまま平行に、2弦と3弦に移動します。このままここへですね。でここで逆運指を使って小指が、先ほど薬指を押さえていた場所に来ます。こういう形ですね。ちょっと非常にまあ複雑な、ここちょっと指の使い方になりますけど、2弦に移って小指が来て、そのままその次に中指と薬指を移動してこう形、さらに5弦ですね。この時に私はもう少し正波をのけてですね、もうここ5弦だけでいいので、正波をのけてこのまま人差し指をここに持ってきます。次の移動の時にも楽ですから、これもまあ余裕がある方はやってみてください。こうですね。ですからまあ余裕がない方はこのまま制覇できて、で、このまま、薬指と小指が3弦と4弦にいて、この通常の形に来て、このまま押さえっぱなしでも構わないんですね。まあこの2通りの方法が考えられますので、まあできる方法でやってみてください。第17回ですね、17回まで来ました。終了したいと思います。失礼します。